私自身はシグマクセスっていうビジネス の会社にいたり、ホワイトシップっていうこのアート の仲間とも10年付き合ってるんですけど、2018年と19年一応実はバリに行くきっかけがあって、彼らとやっぱりインパクトヒーローのつながり方とか信頼の深さとか、ロビンのところにも私もお邪魔したりとかですねしてる中で感じてて、アースカンパニーにやっぱり投資するお金は絶対にこういい形で周りの人に届くな、現地の人に届くなってことがすごい感じられたっていうのが一つ大きくて、アースカンパニーのメンバー自身がこう愛情があふれてるというか、で楽しそうにやってるし、ですごく共感する部分があって、この仲間とはやっぱり助け合いたいなって思って支援を決めて、で少しずつインパクトヒーローも広がってる中で私も支援を広げているっていう形です。本当にいい仲間は領域を超えて助け合えるなってことをすごく感じていて、自分は自分 の場所でどんどんこうインフラを大きくしていったり、すごい仲間を広げていこうと思ってるんですけど、それがどんどん広がってつながってくる感覚があって、これからを楽しみにしています。